はい、えー、トマトを赤くすす。る方法でトトマトを、ちょっとまだ緑っぽいんですけどこれ結構赤くなったけど完全に赤くなるまで待っちゃうとまだ緑のトマトが、えー、赤くならなかったりとかこのトマトがこう肉割れというかこう,こう大きくなりすぎて赤く割れちゃったりするんである程度もう赤くなってる でまだ黄色い部分緑っぽいところあってもこう収穫して日光を当てたり常温に放置しておくと赤くな,るなりましたでネットで調べるとこうやっておくよりこのヘタの部分を下にする方がいいみたいですはいということで何かの参考になれば幸いです トマトを赤くする方法でした。結構割と早く赤くなります。